こんにちは。今回は人生を作っているっていうふうに言われている潜在意識の仕組みについていろいろとお話をしたいと思います。このトピックについては結構前からね、ビデオ作りたいなっていうふうに思ってたんですけど、結構やっぱり話が難しくって、私もしっかり自分の中に落とし込んでからじゃないとビデオにできないなっていうふうに思ってたんですね。それで最近はずっと潜在意識とか、まあそういう感じのトピックについて勉強していて、やっとね自分でも理解できたかなって思い始めたから、だから今回はねビデオを作ることにしました。で、今回のビデオは3つに分けてねお話ししたいと思うんですけど、まず1つ目が人間が持つ2つの意識っていうことで、2つ目が、潜在意識が人生を作るってどういうことっていう話と、で3つ目が、潜在意識はどのようにして出来上がったかっていうことをお話ししたいと思います。まず1つ目の、人間の持つ2つの意識っていうことなんですけど、人間ってまあ人によってはもっと意識はあるっていうふうに言うんですけど、メインとしては2つの意識があるんですね。1つ目が潜在意識っていうふうに呼ばれる意識で、潜在意識は何かっていうと、通常私たちが社会生活を行う上で欠かせない意識で、例えば何かを認識したりとか、何かを決断したりとか判断したりとか、そういう時に働くのが潜在意識なんですね。で、私たちが通常をまあ考えたりとか、まあ、自分でこう分かってる意識っていうのが潜在意識です。で、もう一つある意識っていうのが潜在意識っていう、まあ、今日のねビデオのメインのトピックなんですけど、潜在意識は何かっていうと、私たちが認識していない意識なんですよ。例えば直感とか、あとはコンピューターのハードディスクみたいな感じで、私たちが今まで経験したこととか、まあ、その経験によって湧き上がった感情とか、そういうもの全てがプログラムされた貯蔵庫みたいな感じで、でさっきも言った通り、なかなか自分では認識できないような、まあ、意識なんですよ。認識はできてなくても確実にそこにあるみたいな、そういう感じの意識なんですね。じゃあ次に、潜在意識が人生を作るってどういうことっていうことをねお話ししたいと思うんですけど、以前私がエネルギーについてっていうビデオを作ったんですね。で、それを見てくれた人はもうわかると思うし、まだ見てない人はちょっとそっちも見てほしいなっていうふうに思うんですけど、この世にあるものすべて、例えば私たちの体もそうだし、あとは物とか水とか、まあ、木とかね、何でもそうなんですよ。あとは目に見えない、意識とか思考とか、そういうものもそうなんですけど、すべてのものはエネルギーからできてるんですね。まあエネルギーを放ってるんですよ。で、このエネルギーっていうのは、お互いに同じようなエネルギー同士が惹かれ合うっていう、くっつき合うっていう性質があるんですね。だから日本語の言葉で類は友を呼ぶってあると思うんですけど、あれって本当にその通りで、よく言われるのが、自分の周りの5人の人を思い浮かべてみて、その人たちの平均のエネルギーが自分のエネルギーって言ったりとか、あとはその人たちの平均の収入が自分の収入とか、まあそういう風にも言われたりとかして、まあそんな感じで同じもの同士を引き寄せるんですよ。で、この話については、最新の物理学っていう風に言われている量子力学の分野でももう証明されてきてるんですね。そういう感じでエネルギーっていうのは引き寄せ合う性質があるから、だからまあさっきも言った通り、目には見えなくても自分の思考っていうのもエネルギーを発してるんですね。だからそれに見合った、まあ、それと同じようなエネルギーの人間関係ができたりとか、あとは出来事が起きたりとか、まあ、そういう感じで、だからよく思考が現実を作るとかって聞いたことあると思うんですけど、それって、まあ、思考っていうか、まあ、思考もそうだし、あとはそういう思考が放ってるエネルギーのリフレクションがそのまま現実になってるっていうことなんですね。で、そんなことは言っても、例えばこう生きてる中で全然望んでないことが起きたりとか、自分は全然違うものが欲しいのに全然それとは逆のことが起こったりとか、そういうことってあると思うんですよ。で、それはどういうことかっていうと、例えば潜在意識でこういうパートナーが欲しいとか、こういう仕事で成功したいとか、なんだろう、こういうお家が欲しいとか、まあいろいろ願望ってみんなあるじゃないですか。で、こういうのが欲しい、こういうことをしたいっていうふうに、いくら潜在意識で願っていても、潜在意識と潜在意識の割合ってすごく違うんですね。潜在意識っていうのは、その意識の中のだいたい 5% から 3% ほどって言われてるんですよ。それで残りの 95% から 97% は潜在意識が占めてるっていうふうに言われてるんですね。だから潜在意識でいくら
あお金が欲しいとかそういうふうに思ってお金を引き寄せたいっていうふうに思っても、潜在意識のどこかで自分にはそんなこと無理だとか、あとは自分はそういうのを受け取るだけの価値がないとか、そういう思い込みがあったりとかすると、それはもちろんやっぱり潜在意識の割合の方がダントツで多いから、どうしても潜在意識の方の思考が放っているエネルギーっていう方が強いから、そっちを引き寄せてしまうんですね。だから潜在意識が人生を作ってるっていうのはそういうことで、やっぱり割合的にも潜在意識の方がすごく多いから、どうしても潜在意識の考えてることとか、まあ、潜在意識が思い込んでるっていうことが現実を作ってるんですね。じゃあ次は潜在意識がどのようにして出来上がったのかっていうのをねお話ししたいと思うんですけど、私たちが今まで生きてきて、まあ、私たちって五感があるじゃないですか。視覚、嗅覚、聴覚、味覚、触覚っていう、まあ、見たり聞いたり食べたりとか匂いを嗅いだりとかいろいろあるじゃないですか。まあ、そういう感じで五感を通して私たちが何かを経験して、そこで何かすごく強烈な、まあ、良くも悪くも強烈な感情とかが湧き上がると、それが潜在意識にプログラムされるんですね。で、このプログラムされた思考とか、あとは思い込みっていうのは私たち自身のものではない場合っていうのが結構あるんですよ。これがどういうことかっていうと、人間っていうのは大きくなるにつれて、顕在意識と潜在意識がはっきり分かれてくるんですね。で、この顕在意識と潜在意識の間にアナリティカルマインドっていうものがあって、これは何かっていうと、まあ、物事を分析したりとか、こうちょっとこう考えてみて判断してみたりとか、そういうマインドなんですね。で、これは、まあ、普通に生活していく中で必ず絶対に必要なもので、だけど生まれてからの0から約7歳までの期間っていうのはこのアナリティカルマインドっていうのがないっていう風に言われてるんですよ。で、これがどういうことかっていうと、要は小さい子供っていうのは潜在意識で生きてるらしいんですね。だからその子供が経験してることっていうのは全て潜在意識にスポンジみたいな感じで吸収されるっていうことなんですよ。で、例えば大人だったら何かこう映画とかを見て、ちょっと暴力的な映画だったりとかしても、やっぱり自分でこれは映画を見てるから、これは現実じゃないからっていうので冷静に見れたりとかするじゃないですか。だけど小さい子供だとアナリティカルマインドがないから、そういう映画を見るとこれが現実なのかそれとも空想の話なのかわからないんですね。で、これをね私勉強して知った時に思い出したことがあって、以前ねどこかの本かなんかで読んだんですけど、それはねヒプノセラピーについての本だったんですよ。で、ヒプノセラピーって何かっていうと、プラクティショナーの人が、そのお客さんに対して催眠誘導をして催眠状態にするんですよ。で、そこでそのお客さんが抱えているちょっと自分ではどうしようもない悩みとか、そういうものの悩みになるこの根源みたいなところまで対抗するんですね。対抗催眠をするんですよ。それで例えばそれが自分が覚えていない幼少期にあった出来事だったりとか、まあそういろいろあるんですけど、そこで読んだ話で、ある女性が自分はすごく素敵なパートナーが欲しいって思ってるし、まあ素敵な男性とお付き合いして結婚したいとか、そういう願望もすごくあるのに、毎回毎回こうどの男性と付き合ってもうまくいかないし、なんかすごく怖くなってしまうみたいな、そういう悩みを抱えている人がいたんですね。で、その人がそのヒプノセラピーに来て、そのプラクティショナーの人に対抗催眠をしてもらって分かったのが、本当に私も読んでこんなことあるんだってびっくりしたんですけど、彼女は2歳の自分に戻ったんですね。で、そこで家族みんなでテレビを見てるんですよ。そしたらそのテレビの中で男の人が女の人を殴るシーンがあったんですね。で、そこで女の人がこう殴られて床にこう落ちていくみたいな感じのシーンで、それを見た時にすごいショックで、すごくびっくりしたらしいんですよ。で、それがまだ2歳だったから、それが現実に起きたことなのか、それとも作り話でねテレビの話なのかっていうのが全然わからなかったから、もう彼女はそれを現実として受け止めて、男の人がすごく怖いっていう、そういうことを自分の潜在意識にプログラムしてしまったんですね。で、それをずっと抱えて生きてきて、だから潜在意識のどこかで男性が怖い、男性はそういう風に、ね、女性を扱い物だっていう、そういう思い込みがあったから、
どんな人と出会ってもやっぱりすごくなんか怖くなってしまったりとか、うまくいかないっていうね、そういう現実を作り出してたんですよ。そういう感じで子供の頃っていうのはもう本当にスポンジみたいに全てを吸収してしまうから、だから多かれ少なかれ全ての人がそういう、なんだろう、子供時代に例えば周りの大人から教えてもらったこととか、あとは社会的にはこれが当たり前っていう感じでいろんなことを教え込まれて、まあ、それが自分の知らない間にすごくプログラムされて、あのいいことだったらいいんですけど、だけどやっぱりそういうのって自分に制限をかける場合とかもすごくたくさんあって、あの今の人生のこう自分で気づかないところで自分の足かせになってるっていう場合も多いんですね。で例えばこう家計をたどっていくと、みんな家計が同じような問題を抱えている場合とかってあるじゃないですか。お金のケースとか結構あるんじゃないかなって思うんですけど、まああの代々お金に結構苦労してるっていうお家とかって結構あるんじゃないかなって思うんですけど、自分では一生懸命こう頑張っていて、親のように苦労したくないから、だからあのお金もちろん欲しいし頑張って成功したいとか、そういうふうに思ってるのになぜかうまくいかないし、お金がいつも出ていってしまうとかね、そういうこともあったりとかすると思うんですけど、やっぱりそういう場合って自分が小さい頃に両親がお金のことで喧嘩していたりとか、あとはあのうちにはお金がないからとか、お金を稼ぐのはすごい大変だよとか、お金をこうたくさん持ってる人は汚い人間だとかね、まあ今時あんまりねそういう人いないかなって思うんですけど、まあ多かれ少なかれやっぱりそういう感じのことを両親から言われちゃうと、そういう風にね子供ってプログラムしちゃうんですよね。でこれはそういう感じで子供の時に周りからプログラムされてあの出来上がったものっていうのはすごく多いんですけど、だけどまあ、 あの成長していく上で大人になってからもそうなんですけど、何かすごく感情を揺さぶるような出来事があったりとか、例えばすごく大切な人が亡くなったりとか、あとは、まあ、あのトラウマになるようなことがあったりとか、そういう時に、まあ、何か出来事があってそこですごく感情を揺さぶられたりとかして、すごく例えば怖かったりとか不安になったりとか悲しかったりとか、そういう感情をこう自分で経験したりとかすると、それもやっぱりプログラムされるんですね。まあ、そういう感じで潜在意識っていうのはできていくんですね。だから自分の人生を思い通りに夢に向かって生きるっていうのは、そのまあ意識のね大半を占めている潜在意識を書き換えるしかないんですよ。そこにあるプログラムに気づいて、自分がねどんな思い込みを持っているのかとか、自分がどういう感じで自分を制限してるのかとか、そういうことに気づいてそれを書き換えてって、そうすることによって自分が発するエネルギーっていうのが変わってくるから、まあ、自分のその顕在意識で意識してる願望のエネルギーとマッチしてくるんですね。それで自分の人生が変わってくるっていう話なんですね。今日はこんな感じで潜在意識の仕組みについてねお話ししてみたんですけど、このビデオが誰かの役に立てば嬉しいです。もしこういう潜在意識関係の話とかに興味がある人がいたら、あのこれから先もね、じゃあどういう風に潜在意識をプログラムをね変えていくかっていうこととか、まあ、実際にこう使えるような話とか、あとは自分の意識の持ち方とか、そういうことも私結構勉強してるんですね。だからそういうのにね興味がある人はコメントでねそういうの書いてもらえると、あやっぱり需要があるんだなっていうのが分かるから、書いてもらえると嬉しいです。じゃあ今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次のビデオで会いましょう。バイバーイ。